まあちょっと何回かやってきた中で最初の山場食べたのは美味しいんだ、うん、勉強やめた時点で終わっちゃうよね、うん、皆さんこんにちは、畔上サンファームの横さんです、今日はですね、畔上サンファームの園主畔上義明さんから話を聞いてみようという企画をお届けしたいと思います。僕の奥さんのお父さんになるので義理のお父さんということになるんですけど、じっくり喋りましょうっていうのは初めてだったので、なんか喋りながらだんだんあれなんか緊張するなみたいな感じになりました。でもお父さんからはすごくいい話が聞けたんじゃないかなと思いますので、最後まで楽しんでみてください。それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。いろいろ話を聞かせてもらえたらいいな、うん、本当あったかい思いけど本当ですよ本当ですそのリンゴに決めたのはもともとリンゴ畑だったんですか。そうそうそう、あ、もともとここがリンゴの家だった。あリンゴとサクランボとプラムがあった、うんうん、人着リンゴって知らないでしょ。いや、わかんないです。人工着色、あの赤くないリンゴは無理やり赤くしてるんで、うん、それはちゃんとしたものと比べてもわからないくらい、うん、あのなんだ見かけはね、うん、そういうこともできるんだよ、うん、それからまずいまずいあの見かけだけをやったやつだからね、うん、俺はそれが嫌だったんだよ、だからうちの親父もそれを始めたんだよ。あ、そうなんですか、うん、急に始めてさ勝手に、うん、あ、こんなことするなら俺やめるって言ってさ、うん、って言ったらやめてくれたけど、うん、ああそうなんですか、うん、まずいものを出すレストランがさ流行るわけないじゃん。あ、自分のポリシーをもう作りながら、うん、やっていかないといけないっていう気はするよね。 うちのジュースはジュースにするにしてもある程度のランクっていうか、ある程度のリンゴを使ってジュースにしてるんですよっていう、うん、最低ラインは決めてやっていくか、うん、まあ余ったものをどうにかしたいから作るかみたいな人もいるから、ね、いるしね。今そういう自分のポリシーとかっていうものがしっかり定まってれば、そういう時にもブレなかったりするってことですもんね、うん、農家の中でもどこどこの誰々さんがやっぱすげえ稼いでるとかあるんですか。いや今ブドウシャインマスカットやってる人は儲かってる。ああ、ブームが来てるってことですか。うん、来てて、シャインブーム、シャインバブルって言ってる、うん、シャインが出る前ね、巨峰がまあメインで、一旦は80万から100万になればいい、うん、いい方なんだよ、うん、それが社員になったら300万だか400万だ、はい、すげえ。高山に越してきた瞬間からも農家としてる、うん、そうそう、はあはあ、何にも知らんでやってる、何にも知らないで、うん、すげえな。今僕が3年ぐらい前に来た時はお父さんがすごい教えてくれてるじゃないですか、うん、今もそうですけど、そういうのがない状況だったってことです。誰も教えなくてなかったよ今みたいに YouTube があるわけでもないし。いやいや本当そうですよ、ネットで調べるってこともないわけじゃないですか、うん、勉強さえすればね、うん、簡単に追い抜ける。あー、なるほど、うん、のこと言うと怒られちゃうけど勉強しない人いっぱいいるんだ、はいはいはい、勉強やめた時点で終わっちゃうよね、うん、なんでも。まあでもそうですよね。でもあのセオリー通りにやってる人がイコールうまいかどうかっていうと、またそれは別の話ですか、ね、うん、いろいろありすぎちゃってな。あ、百姓はそれこそ百の束ねで百の仕事を覚えなければいけない、うん、はい、それが分かるようになる頃にはもう年取っちゃうんだよね。あ、なるほどね農薬のことを覚えてて、うん、まあ、一番はリンゴならリンゴの整理だね、はいはいはい、1年間を通してこうなるんだっていう、うん、農薬のことをやって、うん、土木をやって、あ、それから土のことも勉強しなきゃいけないし、うん、それから機械のことを、うん、自分で、ね、
な、ある程度直せないと、いちいち機械屋呼んでたんじゃ仕事にならないからね。今の時代だったらさらにパソコンやんなきゃいけないとか、営業もやんなきゃいけないとか。土着の農家で一番嫌なのが営業。あ、営業、営業やりたくないから百姓やってんだっていう人だっているんだよ。あ、なるほど。新しく 入ってくる人が結構いるんだよ、都会から、着てるものは着ちゃってもいいんだよ。あ、そうですか。今なんかお父さんたちから僕らにこうなんかアドバイスというか期待してることみたいなのがあったりするんですか？